こんにちは、アニマルタイガーです。今日なんですけども、すごいものが届きましたよ。こちらですけどもね、この中に、今日の、天くんの餌が入っております。早速ね、開けて中を見たいと思います。それではオープン。バカーン。おっと、もうバレてしまいましたけど、こちらですね、今回天空にあげていく食材はロブスターオマールエビということでね、この中に入ってますので開けていきますね。せーの、じゃん。うお、出た出ました、でかい、いいサイズですね。これはこれ、ね、しかもね、生きてるみたいです。あ、生きてる生きてる。顔らへんの触覚がまだ動きますね。かっこいいですね。いきますよ。じゃじゃん。うわ、もうね、でも挟めないか。これはでかい。これね、500g っていう、サイズのやつを Amazon で買いました。はい、ということで、今回ですね、天くんにこちらのオマールエビ、ロブスターをですね、与えていくんですけど、こちらですね、ロブスターってね、面白いね。なんか調べたところ、寿命がないとかって書いてあって、なんか一生大きくなり続けるみたいでね、なんか海外とかの写真見てると、めちゃくちゃでかいロブスターとかの写真が出てきたんですけど、まあね、ちょっと気になる方はね、ロブスター調べてみてください。ということで、僕は今回こちらを天空にあげていくんですけど、まあ、生の状態でね、あげるとやっぱり、ちょっと、まあ、この体にね、付着している菌だったりとかも、あると思うので、その辺はね、ちょっとよろしくないのかなと思いますので、今回は、オマールエビを茹でて、そしてね、天空にあげていきたいと思います。はい、それではね、オマールエビさん茹でていきたいと思いますけど、こちらは取ろうか。爪でか、こんなに挟まれたら痛んだろうな。いや、動いた、取れました。それじゃあね、この中に入れて、沸騰したあれに入れると、急なあれで、あれあれ言ってるか急にね、こう暴れちゃうかもしれないんで、これでゆっくりと茹でていきたいと思います。よし、それではオープン。ででーん、茹で上がりましたね、ロブスター。はい、ちょっと今ね、天くんのところに一回持ってったんですけど、ちょっとやっぱりね、この辺爪とかも硬いので、バラしてこちらね、揚げていきたいと思います。もう割っちゃいますね。せーの、うわー、うまそう。うわ、めちゃめちゃうまそう。これですよ。うわー、いいですね。身だけね、あげようと思います。殻は取っちゃって、まあ尻尾の、これはね、そのまんま多分いけるので、これあげちゃいますけど、この身がめちゃめちゃうまそう。爪が一番ネックですね。これどうかな、この中身。ここはね、意外と、あ、意外と柔らかい。これはこのまま揚げちゃいましょう。おそらくね、ザリガニの爪は消化できるので、この程度だったらいける気がしますね。この爪だけやっぱり買って、この音ですよ、これ。バルタン星人もびっくりだよ。殻も、じゃあこれも硬いのでやめときます。ちょっと爪だけね、一回ハンマーで割ってみたいと思います。いくで、硬え、めちゃめちゃ硬えな、これ。あ、うわ、やばい、めっちゃうまそう。めちゃめちゃうまい。よし、うわ、これですよ、これ。めっちゃうまそう。シャキーン。はい、じゃあ身がね、取れたということで、こちらは天くんにあげていきたいと思います。はい、それでは、こちらね、処理したロブスター与えていきたいと思います。天くん、お待たせ。はい、
美味しいよ。お待たせ。よいしょ。うわ、バリバリって。この硬さぐらいまでだったらね、いけますね、おそらく。すーげー。あ、いい音。食材なかなかあげることはできないのでね、いいお食事映像になったんじゃないでしょうか。
ということで今回の動画はね、こんな感じで終わっていきたいと思います。ロブスターね、美味しそうだよと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録、天君の食べっぷり、かっこよかったよと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録して、またね、次回の動画も見てください。ご視聴ありがとうございました。美味しかったね。またねー。